リリア様任せい。これ終わるわ。メガファイヤー。あー、ファイヤーそれ。序盤の鬼門とは何だった。スラニー王子はどうした。あれもう来てんじゃないの。ふむ、無事ここに向かったのだな。その前に先回りしちゃったのか。褒美を受け取ってくれ。ああ、ありがたい。ありがとう。あれ、安いな。安いな。ボス的にはあっちの方が強いはずなんですけどね。まあ楽勝だったんですけど。その肉欲しいんだよな。最強のドーピングアイテムだから。あ、何？男同士で何してんの？すぐ来ちゃった。嬉しい。なんか、マスドイとジジメは三つどもえのね。あなたのスラリーは。だもん、これもう。ちょっと待って待って、魔物と男同士って、お前。お前マスドイとジジメ、どんこんけど君こそ誰だ。俺は姫の婚約者だろ。君のような男に、まあ確かに顔がもうボーンファイターだもんな。まあ、そいつじゃ任せられない。なんだと。確かに腕は立ちそうなんだけどな。おーおー、足パタパタさせてそんな盛り上がらないでくれる。やめて二人ともやめてなんだなんだ、何事だ。まったく三人の問い身でしょって。落ち着きの身、落ち着きの身。何そのなんかワンピースに合いそうな身の名前は。すまんの。落ち着きは森の奥にあるはず。森の奥に、あーまた、けったいな場所にありますわ。わかったわかった、行けばいいんだろ。オッケーオッケー。先に礼を渡すの、今度は。どんどん安くなってくんだけど。すごい修羅場だったね。うん。なんかもう、いろいろと本当に修羅場になっちゃった。配役ミーのせいで、特に。ランドさん切れてたね。そうだね、穏便なランドさん切れてたもんね。スラリー王子は本当あれだね。なんか顔げよ。あの人が婚約者って、マスドイとジシーメかわいそう。うん。まあ確かに配役だけ見ればかわいそうなんだけどもね、もう笑えてしまわねえわ、もう。落ち着き目この辺かな。なんか草あるけど。草生えてますよ。あった！普通にあんの？魔物が出てくるってこともなし？見えないけど。あ、特に何事もなく終わるんだ。じゃあこれ届けるだけか。了解。じゃあ行きましょう。ええ真っ暗だよ。これは一体？なんかいる！なんかいるよー！フィールドにいんの珍しい。デビルだ。何があったこの城に。でもパンパンしちゃうんだ。でもワンパン。クラティア、どうした。敵の侵入を許してしまいました。見たことない巨大な化け物でした。巨大な化け物。あれ、あの大魔王じゃないの。ひー、クラティア許して。お前役に立たないな、こいつら。クラティアだけで役に立ったの。おお、リンフォール。おい、何真顔で立っとんじゃん、お前。なんで真顔で立っとん。おい、おい、こら。ただ一つ、支えることだからかい。かわいい、うちと戦う。お前、顔が真面目なのに。お前を早くやったら間違いだったわ。おい、お前は、ちょっと、麻生太郎。体を鍛えてはいいものの、戦いは苦手なのです。麻生太郎。ダメだ、こいつら、行くしかねえわ。じゃあ、よろしく。上級デビルだね。やさぐれデビル。やさぐれてんのか。まあ確かにリーゼントだな。髪型がな。でもさすがに言うてですよ。メガファイヤー。おー、タルじゃん。ここにあるじゃん。ピコ太郎が。騎乗攻撃。はい、3ダメ。おー、耐える。3ダメを耐える。余裕あんね。あ、これやばい。おー、消去止まった。状態値を使ってくるか、いよいよ。あんだ！おー、耐える！普通にもう、あー、ちゃんと強くなってきたじゃん。いいよ、いいよ。これでいいんだよ。それでいいのよ。行ってこい！はい、1、2、よいしょ！強っ！まあ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 。
大魔王が攻めてきて、でデビルが来たんだ。姫の部屋、あれこれは間違いなく修羅場、修羅場の中に大魔王が。はあ、あ待って、これはドゥディン、姫の顔が捉えた後なんだ。なんだあの化け物は。ここあー怖いよ、助けてママそれでいいのか、ボーンファイター。むしゃむしゃボクボクじゃねえんだよ。姫の顔と大魔王トランプ、あいつは悪夢の塔に飛んできました。悪夢の塔、あーこの亀裂の先、うわー、ここかー、はい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 、怖いけど僕は後追います。まあ、それぞれ待っててでも歩き方が頼りねー。マスオイトジミーは僕が助ける。むしゃむしゃもくもくじゃないんで、王様、一国の姫がああなってるんですよ。何も思わないですか王様。まあ考えることはできるからね、耳はあるからね、顔はないけど間違いなくダンジョンだ、悪夢の塔。うわあ、お化け屋敷だな、もう。なんかさ、もう悪夢の塔ってすごいな。ラスダンジョンみたいな名前してるよね。じゃあ行きますか。ガンガン進んでいきましょう。まあでも、もう言うてでもね、だいぶ強くなってるからね。ここ隙間悪いね。空気も湿ってるし。怖いの？まさかそんな。本当はちょっと怖い。正直だ。マスオイトジミー助けて早く帰ろうよそうだね。まあでもね、正直体験版で鍛えすぎた感はあるからね、大丈夫だと思うよ。ここはチュートリアル。軽く流していきましょうや。あ、何？お互いそっぽ向いてる。あ、そうか。喧嘩してるんだ、この二人が。見たらわかるよね。青い矢印が出てるんで、喧嘩してるんですよ。仲直りイベントか？あ、ピコ太郎。ひどいことしてごめんね。またピコ太郎と仲良くしたい。アイハブもありがとうティーラ。おお、なんか感動のイベントではあるんだけど、何だろう。なんか雰囲気が違う。いくぜー、やっちゃえー。なあ、もうこれ80はちょっと怖いすぎてるな。魔法使いらんな、これ。ん、ハイブ様の背中揺れるなぁ。でもバランス取りづらいおかげで、うん。インナーマッスルが来てるの。あ、はい。ロデオボーイ的なやつね。いや、ジム、スポーツジム行ったことあるけどさ、俺インナーマッスル鍛えられることあんまないなぁ。ジム行ってるけど、うん。いけん！リディア様、メガライドリング、はい、どんどん強すぎでしょリディア様、エクスポーション、ドーン！最新部っぽいとこまで来ましたね。一応、この上もあんのかどうか考えると、最新部、北っぽいな。なんだかんだで。ほとんどリリアさんもそうだったけど。あ、何？姫様の顔が。あー、ランドよくここまで一人で来たね。誰か強力な味方につけたの。マスドエト知事。別日に撮ってると新鮮だわ。そうだったわ。マスドエト知事姫だったわ。うわー。マスゾイ都知事将軍、強そうマスゾイ都知事将軍ってなんだよ。なんか意外になんか都知事なのか将軍なのかはっきりしてや。あ、ランドの行動、姫の顔返せー、ゼロ、効果がない。なんて美しいの、一人ごとをつめてランドの行動、まあまあ、マスゾイの何してるの、ダルコパンチだよ。大王様に潰れた顔、あ、美しい、そういうことだ。ちょっと顔を待ってもね、全然いない。サンタ、俺ら、これが私のもの。うわー、何を見てるんだろう。絶対にこいつの場合も。わあ、ギフ。ランドは負けてしまった。何のムービー見せてんだよ。く。任せろよ。俺たちがいるぜ。いやー、どうなんだろう。いやでもね、今回体験版の部分
分があって、正直ここら辺無双レベルになってるんですよ。多分ね、パッといけるでしょう。行きましょう。振りかけもなしにパッと言っちゃおうぜ。アンダー頼むぜ。はい、よいしょ、よいしょ。70、100ダメージ出るの、これだけで。リーダーさん、メガファイヤー、95。コンスタントに出してけ。これもだいぶ出るでしょう。こうなった以上。はい、1、2。お、まだ耐える？ピコ太郎、どうする？アンコール行く？あー、ラブコールが入った。なるほどね。うおー、なんだ、痛い、15。だい、あ、アイハブ、ピコ太郎。何をしてんの、俺たちは。いてーよ、3! 3か。ちょっと待て、3しか食らわないのか、アンラ。これはあかんな。もうむ、あ、ちょっともう終わるじゃん。BGM せっかくいいのにもう終わるわ。ほら。余裕だったわ。やりすぎたか。ありがとうございました。はい。どうもありがとうございました。タイヤリです。おお、大魔王トランプがいる。うははは。我が忠実な部下をやってくれたな。必ず報いを与えてやる。覚えていろ。これで範疇に入りましたね。東の方に飛び去ったね。大魔王トランプが僕たちを範疇に捉えたって認識しましたね。いや、もう今回も寝てんのが前回も寝てたでしょ。助かりました、ありがとう。僕はやっぱりダメでした。でも姫が助かって本当に良かった。早く起き。ずっと寝ながら言うなって。姫のところに戻りましょう。目に光があるもん、こいつ。さあ、姫の顔を返すイベントなんですけどね。生地姫の顔がこれなせいで。生地姫の顔がこれなせいで、なんか感動のシーンではない。嬉しい、嬉しい。そうやな、嬉しいな。反応しづらいんだよ。君の顔はいちいち。戻りました、ありがとう。またまた助けてもらったな。クロちゃんを俺にこれを受け取ってくれ。やったー。うわ、結構なんかもう1万ぐらい来そうだな、そのうち。ちょっと処理落ちしてんだけど。カカカカカカって。何度もよくやってくれたな。そうだね、勇気はあったからね。突っ込む4ターン突っ込んでも勇気はあったからね。そう、何もしてないよ。ゼロダメージだったよ。いやいや、わしは見ていたぞ。その他に勇気ある行動をな。その勇気を称えて、ランドよ、姫との交際を認めよう。マスノイト知事、ランド。男同士の映像や、なんやこの映像は。ちょっと感動の映像が。泣いてる、リエ様泣いてる。やめてよ、何これ。ちょっと待って、やめてやめてやめて。なんかひどい、なんかひどいんだよ画面が。それにしてもスラリン王子め、本当にかっこ悪いなぁ。もう、あ、いるじゃん、ボンファイター。うん、悔しいよ、まあまあ。うん、この方が絵になってるわ。いろいろ世話になったな。大魔王のことを任せたぞ。東の方に飛び去ったってことで、東に向かうってことになるのかな。じゃあ東の方に向かってね、大魔王を追っていきましょう。あ、ティラさん、お待ちください。おー、クラティア、お前の出番多いな。でも体験版ここまでなんですっていうようなことで、しっかり、ここしっかり。出番多いな、クラティアくん。この先が隣の国、トナリーノです。わかりやすいな。どうぞ、お気をつけて。はーい、ありがとう。で、私は城に戻ります。失礼します。クラティア、出番多かったな。さあ、今からね、第2章になる、トナリーノの国になりますね。じゃあ、行きましょうか。あ、暗くなってきた。おしゃべりしたいな。キャンプイベント。それでね。うんうん。誰もいない物陰から、聞こえたんだって。何が？怖いよ。恨めしい声が。うんうん。僕の顔はどこ？ひえー。あ、そこが上がんの。そこの仲良しで上がんの。リリア様、そんなキャラだったっけ。リリア様、
吹き飛ばせと。リリア様吹き飛ばしてばっかり。リリア様吹き飛ばしてばっかりなんだもん、ザコテキが。あ、最初の国の果てに着いたよー。ね、これがもう最初の国、その際、この先はね、隣色の国。どんな国なのかな、楽しみだね。ね。隣の国って噂によると、なになに、やっぱり秘密。なんだよ、ケチ。ということで、バイバイ、最初の国。アンド、ハロー、隣の国。新たな旅の幕開けに、乾杯。もう3回目ぐらいだね、この宴会。もうちょっと余韻が。何？おー、宿屋に来たー、宿屋に来ちゃったー。あー、ヘルプヘルプ、マリオのやつ、マリオの絵みたいになってる。あー、やめてやめてやめて、宿屋にそんなことしないで。宿屋のおやつさんが、あれあれ、服が、みんなは、夜のうちにね、やっぱ大魔王が範疇に捕らえたんで、無防備に寝てたらそりゃそうですよって話ですよね。皆様、ここからですね、今までワンパート、ツーパートで無双してたんですけど、その無双がなくなります。私はちなみにこれを知ってました、キプレイなんで。そうなんですよ、体験版でいくら鍛えてもどうせいなくなるんですよね。なんでね、まあいなくは、困ったことになったの。そなたは寝ている間に大魔王トランプが来たのだ。無防備すぎでしょ。なんかなかったの？手立て。そしてその他の仲間たちを連れ去ってしまうと。つまり大魔王を追いかけて仲間たちを取り返そうっていう話にもなります。こっからは。どこに連れて行かれるわしにもわからぬが、大魔王トランプを追えば仲間たちを救えるであろう。よし、追いかけよう。そう、服がね、あれ？私服だよ。そう。大魔王トランプにその他に呪いをかけおった。その他の僧侶の力は封印されてしまったのだ。つまり他の職業ならなれます。力を失ったまま大魔王は無理であろう。そうだね、新しい力を授けよう。別の職業でね、僧侶以外を選ぶことができます。こっそり新しい職業も追加しておいたぞ。神様ってすごいよね。こちら科学者オンラ。何？どうなってんの？さっき連れされたアンナって一体誰だったの？